ピーテル・デ・ホーホピーテル・デ・ホーホピーテア・デ・ホーホフー、ナイシ、フーグとも、1629年12月20日から1684年3月24日は、17世紀のオランダの画家。オランダ前世時代、黄金時代の風俗画家の一人に数えられ、特に、デリフト時代の風俗画はデリフト派の絵画として高く、評価されている。ヨハネス・フェルメールと、ほぼ同時代を過ごし、 フェルメールの作品にも影響を与えていることでも知られる。デホーホは1629年12月20日にロッテルダムの改革派協会で幼児洗礼を受けた。彼の父親はヘンドリック・ヘンリッツ・デホーホでレンガ職人であった。母親はアンネ・ティエ・ピーテルスといい、助産婦であった。両親はロッテルダムで1629年1月19日に、 結婚して、ピーテルは五人兄弟の長男で、この夫婦の子供で1657年以降も生き残った唯一の子供でもあった。デホーホの若い頃のことについてはほとんど知られていないが、労働者階級の家庭で養われたということについては間違いない。父親のヘンドリックは、レンガ職人として1641年と1644年の記録に載っており、 1661年には、レンガ職人の投領として、記録に残っている。レンガ職人たちのギルド、組合から、熟練校として加わっていてほしいとの意向があったからだった。ヘンドリックの名声は見習い校時代から、認められていて、熟練校の試験に合格している。妻が亡くなるとヘンドリックは再婚して、ロッテルダムの銀貨1700枚、1700ギルダーの、 家をわずか300枚で購入することができた。ヘンドリックは1663年にその家を売り払い、3番目の妻と一緒にミッテルベルグへ引っ越した。ピーテルでホーホが風景画家、ニコラース・ベルヘムに支持していて、ロッテルダム出身の画家仲間であるヤコプ・オフィテルフェルトと一緒に学んでいたことがわかっている。おそらく、イタリア流の風景画家であるベルヘムの教えを受けた場所は、 ハールレムであったと考えられる。デホーホがデリフトの住人として現れるのは1652年8月で、この時期にデホーホは最も親しい若仲間であるとともに、議定でもあったヘンドリック・ファンデルボルフと一緒に文書に署名している。この時、デホーホは家賃と食費を得るために、理念賞のユストスデラ・フランエを譲渡する約束をしている。 デホーホの最初のパトロンの一人であるデラ・フランは、1655年時点で、デホーホの絵を11枚持っていたことが記録で、わかっている。デホーホとデラ・フランの関係は、よくわかっていないが、商売上の取引相手であったと思われる。デホーホが彼の作品の一部内しすべてと引き換えに、成形化、それに類する収益を契約書を足すことによって得ていた、可能性がある。 しかし口述するように両者の関係は長くは続かなかった。レホーホとも親しかった建築画家で知られるエマヌエル・デ・ウィッテなどはパトロンの趣きに従って仕事をしていた。またヘラルド・ダウやフランス・ファミー・イリスなどのいわゆるライデン・チミツ派は王公のようなパトロンの援助を得てきたが、それとは異なり絵を評価してくれる不愉なパトロンから完成度の高い絵画や、 そのような絵画を描いてもらう優先権としての年俸を受けるというものであった。デホーホが、ヨハネス・フェルメールが、ピーテル・クラース・ゾーン・ファン・ライフェンにしたように、長期間にわたって、特定のパトロンのために作品を制作してきたと思われる証拠はない。ライフェンの1655年8月28日に、作成された目録には66点の絵の名前が記載され、そのうち11点が、 デホーホの絵であった。1655年9月20日に、デホーホは、セールカ組合に加盟し、フェルメールなどと親密な付き合いが始まった。デラ・フランは、5万千ギルダーという大金とデルフトと、レーデンのいくつかの辞書、ハーグの周辺や、ノルドウィック郊外の荘園という、桁外れに大きな財産を受け継いだにもかかわらず、 疑念賞としての取引事業に失敗したのみならず1654年には2万1000ギルダーも設けていた、ドウィット・エイン・ホーンと呼ばれた、醸造所の経営にも失敗した。デラ・フランは1656年に全ての財産を売り払って、北米のニューネーデルランドのフィラデルフィアの近くにあるティニカム島に引きした。法廷闘争は長引き彼が死んだ後、彼の家族は財産を全て失った。 一方で、1654年4月に、デホーホは、彼の父親の家があった、ロッテルダムのランバーストットに住んでいたことが記録に、残っている。その時、デホーホは、自分の生まれた町であるロッテルダムとデルフトに、デルフトのビンネワーテルスロートに住むヤンニヒエファン、デルボルフとの結婚の成否を問う布告を掲げていた。ヤンニヒエファン、デルボルフが、 幼児洗礼を受けた記録は発見されていないが、勝手は、ヘンドリック・ファンデルボルフの娘と間違われていた。ヤンニ・ヒエの父親は、ロウソク作りでビンネ・ワーテルスロートに家を持っていた。ヘンドリック・ファンデルボルフの父親もあるロフスである、可能性がある。ヘンドリックと彼の家族は、様々な古文書の記録からヤンニ・ヒエと出方法結びつける役割を果たしてきたことがわかっている。 ヘンドリック・ファン・デル・ゴルフとピーテル・デ・ホーホは、デルフトで1652年、1654年、1655年に、一緒に公文書に署名している。結婚に先立って1653年に、デ・ホーホとヤンに、冷えはライデンに旅行しており、ヘンドリックの義兄弟である、バレンツ・ガストの子供の幼児宣令の立ち会い人に、待っている。またデ・ホーホは1656年に、 ライデンに一人で戻り、ファンデルゴルフの最初の子供の幼児宣礼に立ち会っている。デホーホは1655年9月20日に、画家たちのギルドであるセール家組合に加盟し、デリフト市外の画家が払うべき十二ギルダーのうち三、ギルダーを支払った。フェルメールや他の画家たちの証言によれば、このように分割払いする例は珍しくはなかった。 デホーホは1656年と1657年にも追加して支払ったが、ついにすべての加入費を払い切ることはなかった。デホーホの絵の中で日付のある最も古い絵は1658年の6点である。1657年から1660年にかけてデホーホの最も優れた作品が生まれたが、生活についての公式な記録がない。 デホーホの生活について公式な記録が再び出て、来るのは1661年4月のアムステルダムで行われた娘のダイアーチャの幼児洗礼の記録である。1658年の作品はデリフトの2つの中庭の風景が描かれ、1660年代と思われるデリフトの旧市街の壁を描いたと考えられる。作品はロンドンのナショナルギャラリーにある。 このことは少なくとも1660年頃まではデリフトにいたことを示す。いつ頃のことか正確な日付はわからないものの、デホーホは急速に発展するアムステルダム郊外の新市街に引っ越したと考えられる。その時、ヤンニヒエデホーホは1660年4月にアムステルダムの最強会で行われたヘンドリック・ファンデルボルフの息子の幼児洗礼に立ち会っている。 ピーテル・デホーホは1663年5月にデリフトに旅行している。アムステルダムにある1663年6月と1665年3月のデホーホの子供たちの墓悲鳴はデホーホがそれぞれレフリールスパットの路地とエンゲルスパットの路地に住んでいたことがあったことを示す。そのような路地裏の象形はアムステルダムの旧市街の壁の外側にあってデホーホが 最も貧しい民として暮らしていたことの少佐になっている。デホーホの貧しい暮らしにもかかわらず1663年に裕福な家族の描写をしている。デホーホの絵の主題はアムステルダムに引っ越して以来上流階級の生活を描いた上品なものが増えてくる。1668年にデホーホはロリアグラシーのコネイネンストラートドールに引っ越している。 そこで少なくとも2年間は過ごしたと思われる。デホーホの講演者の大部分は中流か、中流階級の上層の商人たちであったと思われる。1670年に、デホーホは裕福なヤコットホッペサック家の肖像画を描いている。1674年には、修税記録を免れるほど貧しい生活を送っていた。1670年に、アムステルダムの交渉人で未亡人のアドリアナファン。 ヒュースデンがエマヌエル・デ・ウィッテに対し訴訟を起こしたが、デ・ホーホが、ウィッテの画風を習得しているのみならず、両者がそれぞれデルフトからアムステルダムに引っ越してからも、お互いの絵の様式が関連していることからも、個人的なつながりがあった子がうかがわれる。アルノルとホーブラー県はデ・ウィッテのために、裁判の差し戻しを求める陳述を行った。一連の契約書はウィッテが自殺したために無効になった。 デホーホが1672年に7人の子供たちに最後の幼児洗礼を受けさせた後は彼が亡くなる1684年まで記録がない。1684年3月24日の日付でアムステルダムの聖アントニウス教会の共墓地にあるデホーホの墓碑銘には精神病院と刻まれている。学者のピーター・シー・サットンはデホーホが 精神的に狂って施設に入った状況については何もわからないが、デホーホの家族には彼の最後を見取ることのできる経済的な余裕すらなかったのではないかと述べている。ピーテルデホーホの初期の画風と素材は、非番に掛け事や酒、タバコを楽しむ兵士たちや女中との絡みのようなもので、またアドリアン・ブラウエルをイメージさせるような人物の表情に銃が置かれ、 背景をぼやかすような画風であった。それが1656年から57年頃から急激に変化する。投資画法、遠近法を用いた室内空間に人物を配置したような絵に変化していった。学者の小林より子は1656年から57年頃はおそらくで方ホ,ホがサミュエルファンホ法ストラーテニアフェルメールと出会った時期で、 そのことと関係があるのではないかと推測する。フェルメールの兵士と笑う娘はデホーホのカード遊びをする二人の兵士とパイプを詰める女と構図がよく似ている。デホーホはテーブルの右側に座った男の額の少し前方に消失点を設し窓を手前よりやや奥の位置から画面の端で途切れるようにして奥の壁に近い位置にある窓との大きさに 違いが目立たないようにしている。また、正面奥にある壁と床面の交わる線が、画面全体から見てあまり高くない場所にして、左後方の奥行きを暖炉と立った女性を書き込むことによって、バランスの取れた空間の交代を表現している。ロンドンのナショナルギャラリーにある、二人の士官と、女は、フェルメールの、紳士とワインを飲む女を想起させる。 紳士とワインを飲む女はフェルメールが左に偏って消失点を取りすぎために手前左の窓が大きくなり床面のタイルがなんとなく歪んで奥の壁際で極端に小さくなってしまっているがデホーホの方はバランスの取れた画面構成となっている。またフェルメールの兵士と笑う娘はロンドンのナショナルギャラリーにあるデホーホの男二人 救治の女と酒を交わす女に用いられた部屋と、告示している。正面奥の壁には北を左側に横倒しにした、オランダ、ネーデルランドの地図があり、デホーホが後ろ向きに立った女性を描いた位置に、フェルメールは、唾の広い帽子をかぶった軍人とおぼしき人を座らせ、デホーホが二人のとぼけたような表情の兵士を描いた、間くらいの位置に若い娘を座らせた。デホホは、 好んで、正面左から刺す、光のモチーフを描いたが、母親の義務母の膝に頭を預ける子供、1658年頃、のように右手から刺す光を用いた絵を描いたこともある。デホーホが描いた、オウムと男女、1668年も、フェルメールの恋文1669から70年頃に、応用され、両方とも手前の部分を暗くし、 奥の部屋はよく似たカーテンは一部遮るように描かれている。デホーホの場合は男性と女性であるが、フェルメールは座っている女主人の背後に女中が立っている構図である。ピーテルデホーホは、戸口越しの眺めという画題で呼ばれる半分開いた扉とそこから見える風景というモチーフを用いた。フェルメールとデホーホを結びつける直接の文章はセールカ組合の規模であるが、 ジョン・マイケル・モンティアスによると、フェルメール家の交渉人を務めたフランス・ボーヘルトの記録の中に、フェルメールの義母、マリア・ティンスの名前と共に、デホーの名前が出てくると指摘する。デホーホは、自宅の近所を時々描いており、デルフトの旧教会の塔が描かれているものが見られる。またデホーホは、デルフトの旧教会から100メートル以内の場所にある旧、 ヒエロニムスダール修道院へつながる通路である聖、ヒエロニムスポールとの入り口にある1614年の年号が刻まれた石の表札内誌版が見られる絵、すなわちデリフトの中庭など2点を描いている。そのうち1点には、クレーパイプを吸う髭を生やした男と金属製のビールジョッキを持つ男、その傍らにワイングラスを片手に持って立っている女が描かれている。 作家のアンソニー・ベイリーは、フェルメールとデホーホが話していて、フェルメールの妻カタリナがそばにいるのを描いたのではないかと考えている。デホーホの絵には、母親と子供がよく描かれ、母親が家事を切り盛りする姿や、暖かさといった美徳ないし理想像や、子供のしつけや教育に絡めた題材が選ばれていることがわかる。1661年以降のアムステルダム時代には、 流行の娯楽を楽しむ上流階級の生活を描くことが中心となり、上品ではあるが、美術史的にはデリフト時代のものの方が意義があり、優れていると評価されている。サットンは確実な証拠はないが、デホーホがレンガ職人の棟領であった父親から、投資画法に関連する実践的な技術について影響を受けたかもしれないと控えめに推測する。 修復家のユルゲンウェードムは、デホーホやフェルメールの絵には、ピンの穴があり、画面上に、任意の一点を定めて、消失点とし、消失点を通って水平になるよう左右に設定した、各点にもピンを打って細いチョークをまぶした紐を張って、それを弾いて、キャンバスに薄い線を引いたのではと考えている。ウェードムは、デホーホの絵には少なくとも十数枚くらいの絵には、 確実に見つけられると指摘する。そのようなピンの穴は、ロンドンのナショナルギャラリーにある、デリフトの中には、アウロラ美術基金の、A Woman with A Baby in Her Rap and Small Child, 膝に赤ん坊を抱えた女性と小さな子供、ウォレスコレクションにある、戸口で母に籠を渡す少年、バルラフ・ディ・ハルツ美術館にある、オウムと男女、アムステルダム国立美術館にある、 女性と手紙を持つ若い男にも見られる。国立美術館の作品やアウロラ美術基金の作品の絵は目を細めれば観察することができるが、大部分のピンの穴はレントゲン写真を使わないと見つけることができない。遠隔点を使うことによって複雑な計算とか、測ったりとかしないで直行する点を求めて、絵の中に床のタイルを描くことができたり、 絵の中の奥行きを調整することができたと思われる。紐を弾いて引いた薄い線は、絵が完成するまで、画面のバランスを保つのに役立った。手方法はチョークをまぶした線をいくつか選んで、定規で、石木や絵の具を用いてなぞったと思われる。たくさんのチョークの線のうち絵を作っていく過程で消された線があり、選択的に残された、わずかな線を赤外線写真で見つけることができる。 ルーブル美術館の二人の男と一緒に酒を飲む女、アウロラ美術基金の膝に赤ん坊を抱える女と小さな子供、アムステルダム国立美術館の配膳室にいる女と子供はデホーホが投資画法をついて実験的に描いた絵で、相対的に広い見かけの角度から急激に空間の奥に入っていくのはデホーホの遠隔点の間隔が狭いために、 しばしば45度より広い視野から急激に狭くなるのである。そのため画面手前の床のタイルに歪みがあるように見える。しかしデで方法はこの問題を間もなく解決し、1658年に描いた2つのデリフトの中庭を描いた作品で視野の角度を32から4に変えた。ナショナルギャラリーにあるメリーカンパニーやデヤング美術館にある子供に父を与える女。 子供と犬の絵の背景では、視野の角度をさらに小さくして、わずか24枚に絞った。デホーホの後期の絵には、以前のような広い視野の角度を用いる絵は稀で彼が、遠隔点を外側に動かすことでより自然な構図の絵になることを理解していたことを示している。ユルゲンウェイドムは、フェルメールの絵にも似た傾向があることを指摘している。しかしフェルメールよりもデホーォの方が10年以上も早く、 投資画法、遠近法を自分のものとして消化しことが伺われる。フェルメールが水平な線を低くするのに時間がかかったのに対し、デホーホは自分のイメージの中で水平な線の位置に構図の中心点を的確に設定していた。ウェイドムはフェルメールの描くタイルはしばしばひし形になったが、デホーホは対角線の方向を捉えて正方形のタイルを描いていたことを指摘する。 デホーホはさらに遠近法について実験的な試みを行っている。一つの絵の中に二つの消失点と水平な平行線を設定している例として、ルーブル美術館の飲酒する女と二人の男には一つ目の失点が立っている男の右手にあり、二つ目の消失点は奥の二つ目のさらに向こうにある金庫にある。ロンドンのナショナルギャラリーにある1658年の 中庭の風景には、手前のブロックの面と奥の道の面が、わずかに異なった面であることを表現するために、わずかに異なった位置にある互いに平行で水平な線と消失点を用いている。ケルンのバルラフリヒャルツ美術館にある、オウムと男女では、手方法は巧みに二つ目の戸口に二つの水平な線の一つを交差させて、投資画法、遠近法を維持できるよう工夫している。 線を用いた、投資画法、遠近法に厳密に適合させようとするフェルメールに、対し、デホーホははるかに多くの空間的表現が、視線の動きに馴染んで錯覚を起こさせるような工夫を、している。デホーホは、エマヌエル・デ・ウィッテと親しかったが、ウィッテは、境界道の内部を、より印象的に見せ空間について、錯覚を起こさせる、より汎用性のある方法を用いた人物である。 このような錯覚については、遠近法の専門書にも記載があり、17世紀には、そのような面からも、遠近法の研究から影響を受けた色の明暗、色調を巧妙に変化させたり物の大きさや配置を組み合わせて全体を作っていく、ハウディングという概念が成功していた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。